内藤証券投資調査部の高橋です。7110マーケットトゥデイをお送りいたします。まず最初に本日お伝えすることですけれども、相場概況と日経平均株価の位置、そして今回は11月期決算まとまりました。そちらのまとめと1月に入りまして業績修正をした企業、こちらのまとめをしてみました。そして銘柄紹介としまして2471のエスプール、最後にセミナーの告知をさせていただきます。本日の日経平均株価ですけれども2666円と前日比263円高となっております。海外の株高ですね、あとこちらドル円のところが円安の方に触れたといったところで263円高となっております。昨日現在ですけれども PR の方は依然としまして11倍で 11.7 倍というふうになっております。本日の規模別ですね、こちら見ますとすべてプラスになっております。日経平均の方はプラスの 1.29%、 マザーズの方はプラスの 1.36% というふうになっております。次は業種別になります。業種別ですけれども本日上昇が、上昇の上位の方は不動産、海運、建設、というふうになっております。で下落の方ですけれどもマイナスはパルプと精密2業種のみで石油というふうな順番となりました。いつものように日経平均株価の位置ですね、こちら見たいと思います。 PR の方は 11.7 倍、みなしの EPS の方は1738円となっております。12月の下旬では1790円近くまで来ておりましたけれども徐々に下がっておる状況となっております。次はトピックスですね、こちらを見たいと思います。 PR の方は 13.1 倍というふうになっております。こちらも日経平均同様ですね、下がっておりまして25日線立ちそうな状況になっておりますけれども200日の移動平均線からは大きく下落しとるというふうな状況です。それでは業種別ですね、こちらは18年の12月28日こちらを起点としまして昨日までですねその状況を見ております。上昇率の上位なんですけれどもパルプ、ガス、証券というふうになっております。でトピックスの方はプラスの 3.3%、 こちら下落なんですけれども小売価格、食品というふうになっておりまして小売と価格ですね、これまで堅調な状況が続いておりましたけれども足元は弱い状況となっております。こちらは主な業種別となります。見ていただきますとこちらトピックス 3.3% に対しまして下にありますのは電気ですとか建設、残りこちら総じて上の方にあります。特に機械ですね、足元プラスの 6.5% と堅調な推移となっております。それではですねこちら11月期の決算のまとめ、対象は24社と少ないですけれども分かったことを紹介したいかと思います。まずこちら 18.11 期、こちらは売上高で 8.2% 増、営業利益は 10.2% 増となっております。でこれらの会社のですね 19.11 期、今期の会社計画なんですけれども営業利益ですね、こちら23社出しておりまして合計したところ 3.7% 増となっております。これはおとといの時点最後の1社が出るまでは 1% 台というふうになっておりまして、どの道ですねこの 5% いかないぐらいこの 3.7 このあたりの増益率にとどまる見通しです。でこちら11月決算のまとめをしてあります。24社ですので全て出してあります。でこちら見ていただきますと例えばこの3230スターマイカですね、これまで業績非常に堅調でしたけれども収益の投資マンションですね、そちらの売却をしておりまして昨年でピークでした。今年は一服するといったところでこちら大きな減益となっております。あとこちら見ていただきますと富士越ですね、こちらはプラスの 11% となっておりますけれども、この 18.11 期の費用ですね、これの反動があるといったところそちらがありますので本業時代でこれほど伸びるという状況ではないというふうになっております。次にこちらは1月のですね業績修正の状況、こちらを見たいと思います。1月4日から17日までで全市場対象としておりまして営業利益の下修正した会社は54社ありました。うち情報修正が19社、下方修正は35社となっております。で下方修正なんですけれども35社のうち16社、こちらが小売業となっております。
で、上方修正した19社なんですけれども、内需小型の株が目立っております。こちらのページはその特徴あるところ、時価総額順ですね、並べてみたものとなっております。昨日出しました日本電産ですね、こちらがトップとなっておりますが、あとは安川電機、良品、著名な大型株が出てきております。一方なんですけれども、こちら情報修正した会社ですね、ウーム、レノバ、タマホームなどといわゆる内需ですね、このような銘柄が情報修正しております。株価の方もこちら情報修正した企業なんですけれども、足元堅調になってきておりまして、今現在なんですけれども内需で小型で、やはり業績がついてきておるという銘柄、こういう銘柄が先行した方が良いかと思います。それでは銘柄紹介したいと思います。本日は2471のエスプールですね、こちらの紹介をしたいと思います。まずこちら株価チャートになっておりますが、こちら一旦上昇しますと、現在横ばいのボックス圏になっておりますが、決算発表後ですね、再度やや上昇の方になりそうな勢いになっております。会社概要なんですけれども、メインは人材派遣です。ただ注目するといったところは、このビジネスソリューションというセグメントの障害者雇用支援サービス、こちらが注目です。で、この障害者支援サービス、何をやっておるかといいますと、障害者専用の企業向け貸し農園ですね、こちらを運営しております。で、こちら終わった期なんですけれども、営業利益の方は 45% 増益と大きく成長しました。で、ポイントとしましては全般的に好調なんですけれども、障害者雇用ですね、こちら売上 52% と、前社から見て大きく伸びております。で、今現在この農園なんですけれども、13農園、運営しておりまして、参加しておる企業は186社。この管理収入といいますのは、例えば1区が1ヶ月4万円などで貸しておりまして、その管理の収入になっております。障害者の方を今現在1020人ですね、期末で雇っております。で、こちらの障害者雇用支援サービスの外部環境なんですけれども、20年4月にですね、雇用率 2.3% に引き上げというふうに法改正があります。で、今現在その対象になっておる会社なんですけれども、約半数が未達成といったところで伸びしろがあります。また障害者の状況なんですけれども、361万人いらっしゃいまして、こちら内訳になっておりまして、働いていらっしゃるのがこちら50万人です。うち7割が身体障害の方に集中しておりまして、同社自体は1020人ですから、まだまだ伸びしろがあるかと思います。で、今期なんですけれども、こちらもビジネスソリューションですね、こちらはこちら調整前ですけれども、大きく伸びるというふうな見込み。ただこちら下期に集中するという影響がありますので、そちらの方を注意したいと思います。最後こちらチャートもう一度見たいと思います。業績がその改善するといったところで大きく伸びた後、横ばいボックス圏になっておりますけれども、大きく下がることはなく、業績の方しっかりついてきておりますので、この法改正もありますし、状況の方を、注意深く見ていきたいと思います。それでは最後にですね、セミナーの紹介したいと思います。内藤証券では19年1月25日、来週ですね、こちら株式セミナーを行います。場所は神奈川県横浜市金沢公会堂となります。参加費は無料、時間の方は14時から16時までとなっております。こちら参加したいという方は、こちら内藤証券金沢分庫支店、電話番号045-780-5021、045-780-5021、こちらの方までお問い合わせください。19年の注目テーマと有望銘柄という内容で、弊社チーフアナリスト田部井の方が講演をさせていただきます。皆様ぜひお集まりよろしくお願いいたします。以上、7110マーケットトゥデイをお送りいたしました。